はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日は4月の19日に撮影してるんですけども、実はこちらの、iPad Air を購入してですね、レビューを投稿してから約1ヶ月が経過しました。ということで今回はこちらの新型のこの iPad Air 5ですね、こちらを、しばらく、まあ、1ヶ月使ってみて結局どうだったのかっていうところですね、お伝えしていこうと思います。まあ、要はこのものとしてはですね、間違いないものなんですけども、この日常生活の中にしっかりと溶け込んで定着したかっていうところですね。まあ、このあたりを今日はねお話していこうと思います。では行ってみましょう。はい、ということで今日は iPad Air の話ということで、まず結論からちょっとお話ししていくとですね、今回この iPad Air 5ですね、今完全にこの日常生活の中に定着しました。だからまあ、実際これ毎日使ってます。ただ用途に関してはこの iPad Pro とはちょっと分けてます。はい、そんな感じで使っていて今定着してるっていうところになるので、まあ、実際この自分の場合どういう感じの用途で使っているのかっていうところをお話ししていきます。まあ、結構このね iPad って使う人によって用途がバラバラになるので、まあ、参考の一つとしていただければと思います。でまずこの1ヶ月使っていていいと思ったところですね、お話ししていくんですけど、まずこの適度なサイズ感です。でこの持ち方するとね、すごいって結構言われるんですけど、この iPad Air ですね、一応この片手で持てます。ただこれは人にもよるみたいで、結構ねこの手をこうグワッとね開く感じでこう持たないといけないので、ちょっとこれはね、あんまりおすすめはしないですけども、まあ一応この持とうと思えば普通にこうね、片手で持つことができる、サイズ感になってます。で、このまんまの状態で、この雑誌見たりとか、この漫画を読んだりとか、まあ閲覧するっていう時に片手で持って見れます。持ち方こういう風に持っちゃうとね、危険なんですけど、まあこんな感じで持っておけばね、まあ普通に誰でも持てるんじゃないかなと思います。はい。で、サイズ感が絶妙に良くてですね、こちら 10.9 インチというサイズ感になってます。これディスプレイのサイズですね。で、こちらは、iPad Pro の11インチと比べて、0.1 インチかな、小さいんですけども、この側のハードウェア的なところのね、サイズ感は実は一緒なんですけど、ディスプレイのベゼルですね、ここがほんの少しだけね、この iPad Air の方が、ちょっとベゼルが厚いんですよね。まあ、その影響で、10.9 インチというサイズになってます。はい。なんでベゼルが厚くなってるのかちょっとわかんないです。ただ、このサイズ感って本当に、手持ちでね、なんか見るときのサイズ感としては絶妙なんですよ。12.9 インチの iPad Pro は、まあ、ちょっと手持ちでこうずっとね、持ってみるには大きすぎるっていうところがあるので、やっぱこのデスクの上に置いて、この腰を据えてですね、作業するとか、そういうときに、12.9 インチを使ってます。今、12.9 インチはこんな感じでね、まあ、ピタカのスタンドに装着して、このケースをつけて、こちらの 12.9 インチは使ってます。こんな感じですね。で、これはやっぱり、まあ、持てなくはないんですけど、ちょっとね、やっぱこう手に持ってると疲れてくるし、重たいんですよね。うん。なので気に入ってるところの一つ目が、この適度なサイズ感と、まあ軽さっていうところですね。で、一応軽さに関しては、こちらですね、Wi-Fi モデルですね。こちらが 461g となってます。で、iPad Pro の11インチですね。こちらが 466g になっていて、で、iPad Pro の 12.9 インチの方が 682g なので、まあやっぱ結構ね、重量感の違いがあります。で、次、価格ですね。価格今回こちら 64GB のモデルを購入してますが、まあ、74,800円税込みという価格になってます。なので iPad Pro と比べると、まあ、容量が少ないというところもあるんですけども、まあ、価格が安いです。iPad Pro になってしまうとですね、やっぱり10万円クラスの、ね、価格になってくるので、まあ、7万円台でちょうどいいこの、ね、iPad を購入できるっていうところですね。でもスペックに関してはもう言わずもがなですね。こちら iPad Air 5はこの M1 チップが入ってますので、まあ、iPad Pro と、ね、ほぼ同等の、まあ、処理性能を持ってくれているということで、もう何をするにも困ることのないスペックが搭載されてます。ではまあそれこそやろうと思えば、このゲームだったりとか、この動画編集とか、この写真の編集とか、まあ、クリエイティブな作業でも使えるぐらいのスペック自体は入ってます。はい。あと気に入ってるのは、このカラーリングですね。このライトなカラーリングになっていて、このプロはちょっとね、ヘビーなカラーリングなんですよ。まあ、ちょっと重厚感のあるデザインがね、ヘビーは多いのかなっていうところに加えて、iPad Air はちょっと気軽に使えそうなこのね、ライトなカラーリングになっていて、ちょっとこのカラーリングも結構好みなところになってます。はい。気になるところとしてはですね、まあ、やっぱりリフレッシュレートですね。はい。これリフレッシュレートがこちら 60Hz になってますので、この画面をこう、開くときのね、このアニメーションとかの時点で、やっぱりちょっとね、残像感が見えてしまうので、まあ、そこはちょっと若干ね、気になるかなっていうところではあるんですが、
やっぱりそれも慣れというかですね、まあ、これは普段から使っているようになると、まあ、こんなもんかということでだんだん慣れてくるんですよ。まあ、普段からこの 120Hz ばっかり見てるとね、滑らかさに慣れてしまうのと一緒で、こっちの 60Hz ばっかり使ってるとね、意外とこれにも慣れてきます。用途にもよると思うんですけども、一般的にはまあそんなに大きな問題ではないのかなっていう気持ちになってきました。これ1ヶ月使ってみてですね。はい、で次ですね、この iPad Air 5、どんな人にこのおすすめなのかっていうところですね。まずこちら iPad Air 5ですね、おすすめなのが、この初めて この iPad として購入するっていう場合は、非常にこれおすすめできる端末だと思います。まあ、バランスがいいです。まあ、一応スペック的には上位のものと、まあ、変わらない中身の処理性能とかスペックがあるので、まあ、やろうと思えば何だってできるんですよ。で、ちょうどいい価格っていうところになっているので、まあ、これを最初のこの iPad として使うっていうのは非常に選択肢としてありかなと思います。で、動画編集とか写真編集とかね、結構クリエイティブな作業で、もう最初から使いたいって思ってる場合は、iPad Pro を選んだ方がいいと思います。まあ、今後やるかもしれないけど、まあ、特に今そういう予定もないんだよねっていう場合は、iPad Air 5だとちょうどいいと思います。はい。まあ、できるからね。だけど最初からちゃんとクリエイティブでね、がっつりやりたいっていう場合は、やっぱりプロを選んだ方が、この満足度は高いと思います。まあ、その理由が、やっぱり 120Hz のリフレッシュレートに対応しているからですね。この普段使いの動作もそうなんですけど、この Apple Pencil のこの追従性とかですね、その辺も、やっぱりこの 60Hz とあの 120Hz だと、やっぱり結構違いが出てくるので、このペンシルを使って、まあ、結構イラスト描くとかですね、まあ、結構本格的にペンシルを使っていきたいっていう場合は、まあ、120Hz の方が恩恵は大きいと思います。で、これもちろんね、60Hz でも使えるので、まあ、がっつりイラストを描くっていうよりは、ちょっとライトに使うか、もしくは、メモを書くとかですね、まあ、文章を書くとか、そんなにこのヘビーに使う予定はないという場合は、まあ、こちらね、Air 5でもいいんじゃないかなっていうふうには思います。はい。で、あと、今回ね、自分の用途なんですけども、サブの iPad として、これを、使っていると非常に快適っていう感じです。ただ、まあ、サブ iPad としてっていうところですね。で、iPad も、1台だけじゃなくて、まあ、2台とかね、所有しているっていう方も結構いると思うんですけど、やっぱりメインでね、がっつり使い込む iPad としては、この iPad Pro を持っておいた方がいいと思います。だまあ、1台だけ iPad を選んで、で、その iPad で結構がっつり作業もしたいんだっていう場合は、Pro を選んだ方が、満足度は高いと思います。まあ、Pro はすでにあるけど、このサブの iPad っていうのを持ってると、結構ね、いいことあるんですよ。個人的には、この iPad Pro はですね、基本的にこの部屋に置いてることが多くて、まあ、そこそ12.9 インチなんかね、このもうスタンドにもうほぼ固定で使ってるんですよ。もちろん外せますけども、これにこの装着してね、デスク横に置いて使っていることが多いです。はい。で、ケースも装着しているので、まあ、重量感もちょっとあるので、あんまりこのね、いろんなところに持って歩く気持ちにはなってないんですよ。ただ、この iPad Air は、もう何もつけずにこの状態で使ってます。まあ、つまりこれはですね、結構持ち運んだりとかもしつつ、居間とかでリラックスしながら、こう、閲覧していく端末として使ってます。このキーボードを装着してなくてもですね、この仮想キーボードのね、ちょっとしたメール返信とかぐらいだったらできるので、これを結構手元に置いておいてですね、まあ、簡単な返信をしたりとか、まあ、YouTube のコメント返信したりとか、まあ、雑誌を読んでちょっと情報チェックしたりとかですね、まあ、そんな感じでね、ラフに使ってます。はい。ちなみにこの iPad Pro の11インチもね、持ってますけども、こっちは、このマジックキーボード、これを装着して使っているんですよ。だから結構これはもう重量感があります。もうこの時点で結構重くなっているので、これはちょっと長めの文章を打つときとかね、そういうときに使ったりするんですけど、もう一回この装備にしちゃうと、なかなかこれをね、全部剥がして、まあ、ラフな状態で使うっていう気持ちにもなれないので、まあ基本的に iPad Pro の方はこんな感じで、11インチはマジックキーボードに装着して、12.9 インチはこんな感じで、ピタカのスタンドに装着して使ってます。はい。で、なんか一番この iPad の本来あるべき姿というかですね、ありのままのこの iPad の姿で使っているのは実はこの iPad Air 5だったりします。はい。このまんまで使っているので、さっとこう情報チェックしたりとか、まあ、今の方に置いてですね、リビングの常にこの目の届くね、範囲とかに置いとくと、例えば iPhone が手元にない時に、まあ、iPhone に電話がかかってきたらですね、まあ、ここに表示されるんですよね。これ Apple のね、Apple ID で紐付けされているので、iPhone が、まあ、ちょっと手元になくこの部屋にあっても、今にこの iPad があれば、まあ、ここから電話取れるし、まあ、電話が来てるってことも分かったりするので、結構何かと、まあ、自分のよくいる場所とかにね、このサブの iPad として置いとくと、まあ、便利っていうことが分かりました。まあ、一応この使い方ですね、基本的にこの iPad Air 5じゃなきゃダメっていうものじゃないので、まあ、例えば iPad Air 4とかでもね、別に問題ないと思うんですけども、一応自分はこんな感じで iPad Air 5をですね、サブの iPad としてラフに使うっていう形で使ってます。その結果、非常に気に入っていて、生活に馴染んで溶け込んだっていう感じです。はい。
まあ、特にこれ用にこのキーボードとかアクセサリーとかは買ってないです。はい、であと軽くですねこの iPad の選び方についてなんですけども、やっぱりこの動画編集とか結構クリエイティブに使いたいっていう場合はやっぱり iPad Pro の方がおすすめです。特にこの iPad をもう PC 代わりにね、メインでがっつり使っていくっていう場合はやっぱりディスプレイのサイズの大きい 12.9 インチの iPad Pro の方が、効率はいいと思います。はい、でサブの iPad っていう考え方は特になくてですね、1台の iPad で、ラフに使っていきたいという場合は、まあ、結構この11インチのこの iPad Pro っていうのもこれ 120Hz のリフレッシュレートになっていて M1 チップ入ってますのでスペック的にも高いですし、これも万能に使いやすいモデルになってます。はい、で基本的にあの情報閲覧とか漫画を読むとかですね、もう本当にラフに使いたいっていう場合はこの iPad mini ですね、これ絶妙なこのサイズ感なので、この iPad Air 5よりもさらに気軽にですね、まあ、漫画見たり雑誌読んだりゲームしたりとかね、そういった用途で使うっていう場合はこの iPad mini ですね、こちらもおすすめです。はい、あとこんな感じでこの用途別に考えてみるといいのかなと思います。まあ、iPad Air 5は中でも一番このオールマイティですね、一番このバランスよくこの中間ぐらいのね、性能があって価格的にも中間ぐらいなものになっているので、まあ、幅広くいろんな人が快適に使える iPad になっていると思いました。はい、ということで今日はこんな感じでこの iPad Air 5ですね、これを約1ヶ月使ってみて、実はもう完全にこれ生活に馴染みましたという話でした。iPad 選びのね、一つの参考にしていただければと思います。はい。ということで今日は以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。